ガウス株式会社は、粉末射出成形を専門とする日本の中小企業。金属粉末射出成形とセラミック、粉末射出成形の両方を手掛け、東京大学やネクスト二2 1との共同研究では、外径1ト、mm、ルのテトラポッド型人工骨を実現した。超体色ステンレスも自社開発し、兵庫県立大学との共同研究も実施した。 1985年に姫路市で創業し、2003年に愛 o 市へ移転。中小企業支援ネット評価成長期待企業、姫路技術開発研究会会員企業。図は粉末射出成形の一連の流れ。まず粉末とバインダーを混練し、増流。その後に射出成形し、さらに脱し、消結という工程を取る。 ガウスはこれら一連の作業を行う設備と技術を持つ。1985年、姫路技術開発研究会に参加する企業が出資し、姫路市上谷町で創業。大手企業でディーゼルエンジンの設計に携わっていた高根勝久が退職して社長に就任。当初はプラマグを製造していたことから、社名を時速密度の単位であるガウスから取っている。 中小企業ながらも研究開発主体の企業で、ガウスは炭素鉱や超高合金、ステンレス鉱の金属粉末射出成形のみならず、アルミナ、ジルコニウムなどのファインセラミックスを扱う、セラミック粉末射出成形も1980年代から手掛けている。極東産機向けにファインスリッター用のジルコニア製カッタージン、東芝向けにアルミナ製洗浄用トレイを開発し、 朝日食券とは共同で豆、カンナの葉をジルコニアで製造した。金属では吉川工業と民の素材に破砕鉄粉を用いる技術を共同で開発し、1991年には学術論文にもなっている。ハリマ工周波工業との共同開発では、積層複合材料を金属、合金、セラミックの粉末から成形する技術も開発した。また、 金属、セラミックスの各種材料に対して厚み 4mm、幅 40mm、長さ55から 60mm の試験編で収縮率測定を行い、このデータは合成樹脂でも紹介された。写真は小波ブロックとしてのテトラポット。ガウスはこの形状を粉末射出成形により 1mm 以下の大きさで実現。安定した寸法。 形状で重なり合うことにより、様々な効用を持たせることができる。2003年、ガウスは、アイオイ氏に移転。2005年には専務であった、黒田義和が、社長に就任し、高根は会長に就任。同年、中小企業支援ネット評価から、成長期待企業の認定も受ける。オーステナイトケーステンレスコーである、スース316リットルに、窒化セラミックスを添加し、 腐食が少ない、超耐性ステンレスを開発。耐酸性腐食試験で、従来の24倍の性能を得ている。東京大学と医療ベンチャー株式会社 NEXT21 との共同研究では、外径 1mm のテトラポットの形状をした、人工骨を粉末射出成形で実現した。このテトラポット形状で組み合わさると強度を高く保つことができ、さらに隙間に、 細胞や血管が入ってくる効用を持たせられる。ニッケルやマンガンフリーのステンレス鋼も開発し、兵庫県立大学の深浦健三らとの共同研究で機械的性質を明らかにした。また、2012年には、同大学の精神次第との共同研究を開始し、自己電波型発熱作用を持つマイクロテトラポッドの作成に協力している。2015年4月からは、 再び高根が社長を務めている。ありがとうございます。